ヤン・ヨゼフ・イグナツ・ウカシェビチは、1856年に、世界最初の石油生成所を建設した、ポーランド人の石油産業の先駆者、薬剤師。新出油から灯油を蒸留する方法の発見、近代灯油ランプの発明、ヨーロッパ最初の近代街灯の導入、世界最初の近代油性の建設等の業績で知られる。資産家にして、 中央欧州が立屋における最も著名な事前家の一人。彼による地域経済発展の援助ゆえに、俗説で舗装された道路はすべて彼のグルデンに起因すると言われた。オーストリア帝国ミーレックの近くにあるザドシュニキで1822年3月8日に誕生した。両親で旧姓島の好きだった母親アポロニアと父親ユゼフ、ウカシェビチは、 地元の知識階級の一員でありこし中子法規の参加経験者だった。両親はザドシュニキに小さな荘園を借りていたが、イグナチの誕生後は金銭難に陥ってジェシフへと引っ越しをしなければならなかった。ウカシェビチは地元中等学校に入学したが、1836年に中退した。 彼は両親を助けるためワンツトに移り、薬剤師の補助員として働き始めた。ミコラシュの薬局ゴールドスター彼は、ポーランドの独立回復の考えを持っていた政治団体に関与した。1840年、ジェッシェフに帰還、エドバルト・ヒューブルの薬局で働き続けた。1845年に、エドバルト・デンボフスキに会い、非合法団体ポーランド民主社会に入会した。 組織の目的は、列国の分割に対する全国民放棄を準備することだった。ルカシェビーチは1846年2月19日に、オーストリア当局に逮捕され、リビウで投獄された。彼は1847年12月27日に、証拠不十分のため拘置所から釈放されたが、しかし、彼のその後について、政治的に信頼しがたいと政府によって見られていた。 また、リビウに滞在するよう命じられた。ウカシェビチは、ピオトル・ミコラシュが所有する薬局、ポットザラタ・ゴビズダで働き始めた。ウカシェビチは、リビウを離れ、クラクフ大学に入学した。ミコラシュにより、奨学金のほとんどを得て、数年間勉学した後、彼は、大学の試験を受け、卒業の足かせになった、小薬学以外すべて合格した。 やっとの思いの1852年7月30日に、ウカシェビチは、ウィーン大学の薬学科を卒業した。それから彼は、リビウに戻った。ガリツヤの油性グラボブニツァスタジェンスカの油性彼は長い間、芸油の安価な代替として進出油の可能性に、興味を抱いていた。1853年、ウカシェビチは、同僚ヤンゼイと一緒に、 世界最初となる浸出油から澄んだ灯油の上流に成功したカナダのアブラハム・ゲスナーは1846年に最初となる石炭を使って灯油へと生成した。1853年7月31日にウカシェビチは地元病院における緊急手術の証明として利用できる灯油ランプを生産。同日は近代石油産業の起点の一つと考えられている。 ウカシェビチは1854年初めにゴルリツェに移り仕事を続けた。彼は土地所有者や企業から多くの企業と一緒に事業を起こした。同年、彼はクロスの近くのボーブルカで世界最初の油性を開始した。同時にウカシェビチは灯油ランプにおける作業を続けた。同年後半、ゴルリツェにあるザバージ地区で最小となる灯油による街灯を設置した。 さらにその後数年間で地元の商人や実業家と合弁で複数の油性をそれぞれ開始した。1856年、安数の近くのウラゾビッチェで世界最初の産業用石油生成所、油分流所を開設した。灯油の需要は依然として低かったので、最初は設備のほとんどを人工的なアスファルト、機械油、並びに潤滑剤等を製造した。 石油製製書は1859年に火災で消失したが、翌年にクロスノの近くにあるボランカで再建した。1858年に安江と居住したウカシェビチは1863年には資産家だった。彼は公然と1863年1月放棄や難民のために資金調達を支援した。彼は1865年に 大きなアリチやホルクフカの村を買った。そこでさらに新たな石油生成所を設立した。ガリシアにおいて最大の富の一つを得、ウカシェビチはゴルリツへとドクラの地域で石油産業の発展を促進した。彼はロピアンカ、ビリシュニャ、スメルチュネ、ロッパ、ビトバ等の領域内にある油性を含む複数の油採掘企業に彼の名前を与えた。また、 彼は地域の講演者となり、ボブルカで温泉リゾート、ホルクフカで礼拝堂、ツレンチンに大きな教会等をそれぞれ建設した。この時代における最もよく知られた実業家の一人として、ウカシェビチはガリツヤ政務の議員に選出された。さらに1877年、最初の石油産業会議を開会、国営石油協会を設立した。 ウカシェビチは1882年1月7日にホルクフカで肺炎のため亡くなった。彼が資金調達したズレンチンにあるゴシック様式の復活教会の隣の小さな墓地に埋葬された。ありがとうございます。